全部受けたんですけど、はい、ずっと最後までいい判定だったんですよ。実力試ししたらもうボッコボコにされて、参考書の口コミとかそれこそ調べて、初め単語帳ばっかりやった問題を音読繰り返す。長文はそれくらいしかやってなくて、手応えが変わっていって、それがすごい最後は楽しかったです。そうで始まりました、もけちチャンネルです。はい、今回はですね、スペシャルゲストにおいでいただきました、オクラさんです。オクラです、よろしくお願いします。今、うなぎ登りの YouTuber ということでうなぎ登りじゃないですよね。女性に大人気の総計 YouTuber っていないじゃないですか、他につけてる人それ書いてるだけなんですけどターゲット層をそこにしたいなって。あ、今はどこの大学に通ってるんですか？今は早稲田大学の教育学部英語英文科に通っています。2年生です。はい、じゃあ英語ができるっていうふりですよね英語が好きな女子大生英語が好きな女子大生はい、なんですけど、受験期どうやってきたのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、はい、どうだったんですか受験期は。受験期はもう基本的に私は一人で勉強してて、うん、なので勉強する場所で言ったら学校か図書館かみたいな、そんな感じでした。か家か、うんうん、なので、まあ、そういう予備校とかの仲間とかに恵まれなかったりとか、うん、あとは高校は全然早稲田目指す子いっぱいいなかったので、はい、まあ、学校の中でも一人で勝手に早稲田目指してたみたいな。独学ってことですね。そうですね、基本は。大変でした。だって周りいないと情報とかどうするんですか、うん、関西の田舎ですかまあ大阪だったんですけど、はい、基本みんなカンカン同立とか、はい、あとはまあ地元の国公立を目指すみたいな感じで、うん、私はまあ一人でそれこそ YouTube とかでなんか勉強法を調べたりとか、うん、まあでも不安とはずっと戦ってましたね。これでいいのかなみたいな。調べてやってたんですね。そうですね、参考書の口コミとかそれこそ調べて、あ、これやってこれやっていこうっていうのはもう自分で決めてました。模試とかどうだったんですか？模試とか全部受けたんですけど、はい、ずっと最後までいい判定だったんですよ。あら、YouTuber あるあるですね。そうなんです、あるあるなんですけど私本当でちゃんと残してるんですよ、はい、いい判定のやつで、判定残ってる分とか本当少なくて、うん、けど残ってる分は全部動画で出したんですけど、はい、めっちゃ猫が外で鳴き始めましたこれ鳴き聞こえます、野良猫がこれ入ります、入ります。え、これ入るんですか最初からもう忘れた。高3になる時ぐらいに決めたんですね、うん、それまではそれこそ大阪の国公立、うん、なんか行けたらいいなみたいな感じで。反対？反対じゃないですかそんなの全然無理だったんですけど、一応考えてたのは大阪市立大学、はいはいはい、行けたらいいなみたいな感じ で、うんうん、でコース分かれてたんで、はいはい、それ国公立選択にしてたんですよ、うん、高2の秋とかに。でずっともう適当に考えてて、バスケずっとしてたんですけど、うん、それを引退するってなった直前くらいにバスケやってたんですね。あ、そうなんです。だから身長がめっちゃ高いんですね。めちゃめちゃ低いですね身長めちゃ低いわ、うんなんですけど、思ったより低いってめっちゃ言われるんですよ。あ、そうなんですね。逆です、思ったより高いってそう言われるそうですね、こう見るとやばいですね実はこれぐらいの差がありました、はい、高1高2の時とかどんな風に過ごしてたんですかって聞かれるんですけど、うん、私本当にバスケしかしてなくて、それこそ定期テストの直前だけやるタイプだったんですよ。あ、はいはい。じゃあそれまでは普段はレイアップレイアップで。そうですね、レイアップと、まあ、あとはディフェンス練習ぐらいだったんですけど、なので高3になってバスケ引退、まあ、5月くらいかな、うんうん、そっから本格的に始めたっていう感じでした。そしてカッとはいかなかった。最初はゆっくりだったのかな。なんか初めそれこそ勉強の切り替えとかも上手にできてなくて。あ、学部は決めてたんですか？もう教育だみたいなのとか。あ、それはもう教育って決めてました。へえ。他にとにかく興味がなかったっていうのがでかくて、そもそも大学自体もなんで早稲田かっていうと、もうそれ以外に行きたくなかったんですよ、うんうん、親にもう大学行かんとか言って、受験するのもめんどくさいし、うんうん、お金かかるしとか言ってて、けどなんか早稲田に行けるんやったら行きたいみたいな。でも無理やったら行かんみたいな、そのくらいのあれで、まあ、早稲田をダメ元じゃないですけど、うん、初めはそれで、まあ、ちょっと反抗みたいなとこもあって目指して、うん、総計チャンネルですけど、慶応さんは、慶応は私本当に行きたいっていう気持ちがなかった。早稲田にすごい憧れててなかったんですね、はい、でそのでも見てほしい人が総計っていう感じです。なるほど。え、慶応は受けてはいないもう対策もしてなかったえ、英語は解きました、英語は解きました。英語は、でもその小論文とかそういう系があったんで、うん、そっちも対策するんだったら早稲田一本でっていうことで、うん、じゃあ早稲田をずらっと受けたんですか？山岳部受けました。山岳部、教育と文学部と文化構想学部受けました。あー、はいはいはい。でもそれも
文と文庫は本当にそれこそ全然違って形式が、うん、2つは似てたんですけど、うん、文と文化こそそうですね、はい、同じですね。で同じだったんですけどこっちを侮ってて、はいはい、でまあ教育だけに受かったっていう、ちょっとその練習じゃないんですけど、うん、1つだけだったら怖いからどこにしようかなって思って受けたので、うん、気持ちもそんな入ってなかったのか、うん、で過去問対策もしっかりやりきれてなくて、まあ、教育に受かったって感じです、うん。あでもね英文は難しいですからね。なんか国語にしようかなとか他のにしようかなって、はい、多分めっちゃ初期の方は迷ってたんですけど、うんうん、でもやっぱり英語系のとこに行きたくてそれで選びました、はい、うん。じゃあどうやって勉強したんですか。やっぱその独学じゃないですか。そうですね、独学だとまあまあ多分、ね、チャンネルでいっぱい出してるんですけども、うんうんうん、でも英語どうやってやったんですか。英語に関しては、うん、本当に私は初め単語帳ばっかりやったりで、うんうんうん、結構賛否両論のあるやり方だと思うんですけど、うん、私のなんか良かったなと思ったのはもうとにかくキッソじゃないですけどキッソキッソって言いました今何ですいませんキッソあキッソですね、はいはい、キッソちっちゃい図が入ってたんですねキッソって言ったからなんだめっちゃ恥ずかしいキッソのところとして、はい、もうとにかく単語をもう本当に覚える。多分もう周りも単語帳ってやってたんですけど、はい、なんか別に全部覚えきってないというか、そうそう、ね、ちょっと時間かかるとかだったんですけど、そこをもう徹底的にやり込んだんです。何の単語帳ですか。私はターゲット1900を使ってたんですけど、はい、お犬様、はい、もうあのワンコロをもうめでて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 でもめでてって何ですか。めでる愛あめでるめでる目が出たわけじゃないですか。違いますそれをもう完璧レベルにするまでひたすら繰り返すっていうのをほんと丸々1ヶ月それしかしないレベルでやったりして、そっから加速したと思うんです英語に。一気に、うん、その後どうしたんですか。次はネクストやって、あ、はいはい、またそれももうブワッ回して、うんうんうん、で、まあ、そこからどん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 やっていった感じです。すごい順を追って、うんうんうん、長文は何。長文はなんかセンターレベルを夏休みにできるようになりたいと思ってて、うん、けどそれ単語とネクストやったらもう全然できて、はいはい、そうですね。でなんかその後から秋ぐらいからなんか解釈の練習とかして、うん、で本当に長文演習っていうのはもう冬からグワッてやり込んだ感じです、はい、それまでは音読をずっとやってたんですけど、はいはい、だから長文新しく難しいのに立ち向かうというよりはやった問題を音読繰り返す。お長文はそれくらいしかやってなくて。長文参考書何にしました。夏まではセンターとかだったんですけど、うん、参考書としてはやっておきたい700と、うん、あとはポラリスの3を冬にやって、そこから早稲田のっていう。すごいポラリスの3って名前が出てくる時代が経ちましたね。えポラリス3って言い方い。やいやいやいや、違う違う、そこにポラリスって名前が出てくるってこと、おお時代が経ったみたいな、うん、先生え、うん、昔なかった参考書ですから。あやっておきたいもすごいレベルあるし、はい、ポラリスも1からやるか、はい、ちょっと迷ったんですけど、なんせ時間がなくてそれまでに全然やってきてないわけなんで、一番上やろうみたいな感じですね、はい、もう時間ないしとりあえず。でもそれまでに本当に単語めっちゃやってたりとか、うん、あとはまあ解釈とか音読繰り返してたのもあって、難しいやつにやった時にすごい指数関数的な伸びを果たして。エクスポネンシャルですね。それですねそれですそれですそれでできたかな。まあそれも音読を死ぬほど繰り返したんですけど、おーそれがやっぱ強かったと自分の中では思います。え過去問ですかその後も。そうですね、でも過去問に入ったのも周りからすると普通11月くらいからやり始めなさいとか言われるじゃないですか、うん、もうできなくて私の場合は、うん、しかもやっても太刀打ちできなかったんで、こう意味ないですからね。早稲田って全然レベル違いますから、はい、はい、なんでまあ夏とか8月9月に青学が併願校だったので、まあ、青学が併願校だったんですね青学が英学校でしたので、はい、そこの英語とか問題はちょっと解いたりしてて、はい、そのレベルはもうできるようになってたんですけど、うん、でもその後に今夏とか解いてみるじゃないですか、うん、どんなもんかってもう本当にボコボコにされて、なのであとは1月からって感じでしたね。12月青学もボコボコにされたんですか。青学は解けて大体、まあ、全然戦えるレベルだったんですけど、うん、その後に早稲田もやってみるかみたいな、うん、実力試ししたらもうボコボコにされて、戦いきれなかった。じゃあ1月ぐらいから。そうですね、上がってきた、うんうん、本当に過去問ばっかりをやり込む段階に行って、うんうん、まあ、もちろんちょいちょい戻ったりもするんですけど、そこでめちゃめちゃ伸びたなって。それで過去問やってってこれなら
倒せるみたいな感じで教育、うん、そうです、倒したわけですね。どんどん自分の中で感覚手応えが変わっていって、それがすごい最後は楽しかったです。それまではずっと芽が出ないじゃないんですけど、その辛いのね、つまんないことばっかり繰り返してたんですけど、まあ、それが良かったのかなっていう。はい、奥さんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。